航空集団は日本の海上自衛隊の自衛艦隊に属する航空部隊である。諸外国の海軍航空隊に相当する。富士山上空を飛行する哨戒機 P-1 航空集団司令部は厚木航空基地に置かれており、冷下部隊は航空軍を主体とする。航空集団司令官は解消をもって当てられている。航空集団司令官はもっぱら。 フォースプロバイダーとして、霊下の航空部隊の連動管理を行い、有事における航空部隊の運用を行うフォースユーザーたる自衛艦隊司令官や各地放送艦に霊下部隊を提供する役目を担っている。霊下の部隊は、日本の領海及び排他的経済水域内において、哨戒機による航路上の紹介や不審船の監視等を行っている。また、 救難飛行艇や救難ヘリコプターにより、洋上救難等の任務も行っている。その他、総会ヘリコプターや輸送機の部隊も属している。なお、操縦士戦術航空士及び航空士の要請は、航空集団ではなく、防衛大臣直轄の教育航空集団で行われる。カノヤ工作所が第一航空修理隊に、 八戸工作所が第二航空修理隊に改編され、航空集団霊下に編入。各航空軍霊下の支援整備隊と航空基地隊補給隊を統合し、整備補給隊に改編。固定翼紹介機航空隊は八個隊を四個隊に改編。回転翼紹介機航空隊は地方隊霊下の大港、小松島、大村各航空隊を編入し、九個隊を五個隊に。 改変。回転翼救難飛行隊は、教育航空集団霊下の救難飛行隊を含めた7個体を6個体に改変。第21航空軍霊下の第73航空隊が廃止となり、第21航空隊に第213飛行隊及び洋島航空分権隊が新編。第22航空軍霊下の第72航空隊が廃止となり、 第22航空隊に、第224飛行隊及び、鹿のや航空文献隊が新編。航空集団司令部庁舎、自衛隊法施行令、第16条の7、E 学法令検索、総務省行政管理局、2020年1月4日閲覧。法務自衛官隊について、組織、編成会場自衛隊昭和55年度防衛白書、 海上自衛隊曰くに航空基地ホームページ、開事が、舞台組織改編朝雲新聞。ありがとうございます。